中国人、本当に恐ろしい民族だ。日本人のノーベル賞受賞ラッシュに中国人が衝撃。スウェーデンの王立科学アカデミーは9日、今年のノーベル科学賞を、アサヒカ名誉フェロー、名城大学大学院教授の吉野明さん、ニューヨーク州立大学のマイケル・スタンリー・ウィッティンガム教授、テキサス大学の ジョン・グッド・イナフ教授に授与すると発表しました。チャンネル登録者数1000人目標。いいねとチャンネル登録をお願いします。3市は、スマートフォンや電気自動車に搭載するリチウムイオン電池の開発で主導的な役割を果たしており、世界中の人々の生活に大きな変化をもたらし、IT 産業などの発展に貢献した業績が評価されての受賞になります。 2001年以降の自然科学分野の日本人のノーベル賞受賞者は、吉野さんの受賞決定によって18人となり世界第2位。基礎科学から応用工学まで幅広い分野で底力を示しています。今回のノーベル科学賞は3史同時受賞なので、世界的には誰か1人に注目が集まっていることはありませんが、 中国ではやはり隣国であるためか話題は日本に集中毎年のように受賞する日本に対し多くの方が意見の念を抱いていました海外あんな小さな国なのに国際機関選出世界を変えた日本の発明5000日本は毎年当たり前のように受賞してる恐ろしい国だ尊敬すべき国だプラス1095また日本人なのか 中国と日本の差はあまりにも大きいな。プラス49。黄色人種だって白人と同じように世界に貢献できる。日本の存在がそのことを証明してくれている。プラス26。認めるべきは認めよう。日本は科学や物理の面で明らかに中国の先にいる。中国が日本に追いつくにはまだまだ道のりは長い。プラス245。 日本人からすれば年に一度の恒例行事に過ぎんからな。プラス5。日本には優秀な人材がありえないくらい大勢いるな。プラス44。この人も京都大学の工学部出身なのか。すげえ。東京大学も自分たちがアジア最高の大学だとは主張しないけど、実際にはノーベル賞受賞者をたくさん輩出してるよね。プラス3032。 今アジア最高の大学はシンガポール国立大学だぞ。プラス6。人類の進歩に大きな貢献をしてくださったご参法を尊敬します。プラス24。だからリチウム電池の特許は日米が握ってるのか。プラス6。全くとんでもない国だよ。ライバルとしては本当に恐ろしい。プラス34。日本はすごい。そしてアメリカもやっぱりすごい。 それにしても、黄色人種は日本人に頼りっきりだな。プラス67、海外日本はアジアの中でも特殊。東洋と西洋の違いが海外で話題に、今まで自国の人間がノーベル賞を何回受賞したのか、日本人はもうはっきりとは覚えてなさそうだよな。プラス5、日本政府は2001年に50年で30人を目標に掲げた。当時、世界はただのくだらないジョークだと思ったんだ。 19年で19人が受賞するなんて日本人以外に誰が想像したか。もしかしたらサッカーワールドカップでも日本は50年以内に優勝できるかもしれない。プラス40本当に恐ろしい民族だ。日本人と他のアジア人は比較しちゃいかんだろう。プラス7ノーベル賞受賞者の先生方発毛剤の開発を何とと増。プラス696 日本の科学分野における貢献は本当に素晴らしい。鈴木宮浦カップリングと三信部反応は実験室では今でも一般的に用いられてるからね。プラス44科学の面において日本との差はまだまだ巨大だ。中国は超大国だなんて洗脳されて満足してたら日本に追いつくという目標を忘れてしまう。俺はそれが怖いんだ。実は今年の初めに日本に行ってきたんだけど まだ差があることを感じずにはいられなかったよ。プラス54。また一人、基礎研究の偉大さを認められた日本人が誕生か。このアジアの隣人に敬意を払わないわけにはいくまい。プラス3。日本が隣国ならよかったのに、日本の学生が踊る民族舞踊にセルビア人が大感激。リチウムイオン電池と LED。この二つの重要な発明は、どちらも日本人科学者による成果だ。 プラス11、科学に国境はない。中国人は彼らから学んでいかないと、日本だろうがアメリカだろうが関係ないんだ。偉大な科学者たちに敬意を払おうじゃないか。プラス762、日本人の科学者たちに対して抱く感情は、戦望と嫉妬。プラス89、正直言えば日本に対して偏見を持ってる。だけど、サッカーと科学技術に関しては、 中国のお手本だとと思思うしし素素直に素晴らしいと思ってるプラス38日本にとってはただの恒例行事かよプラス148吉野先生のお言葉電池技術は複数の異なる分野にまたがっています発展のためには多くの専門家の力が必要なのですリチウムイオン電池の発明は私だけの力ではなく様々な知恵が合わさった結果だと思っていますプラスイオン 謙虚で腰が低い。典型的な日本人の姿だね。そして中国人は真逆だ。僕らは彼らの姿から学ぶ必要があるよ。本当に。プラス4。これが日本人なんだ。森安監督の試合後の振る舞いに、ベトナムから感動の声。日本がアジアの尊厳を守ってくれている。プラス19。これが日本との差なんだ。日本には100年の蓄積があるという事実を制止しよう。 そして謙虚に学び、いつかはあの国を超えようじゃないか。プラス31。日本は本当にすごい国だよ。大げさでも何でもなく、アジア人の誇りだ。プラス6。日本人はノーベル賞受賞式で解禁賞を狙ってるのかな。プラス1599。日本は2000年代に入って、ほぼ毎年受賞してるね。さすがアメリカに次ぐ科学技術大国だ。プラス74。 でも、日本のメーカーはサムスン一つに負けてるじゃん。プラス5、君は経済的利点がないからという理由で、自然科学分野のノーベル賞を軽く見るのか日本は基礎研究を重視してるんだ。優秀な人材も技術も蓄積されている。もし次に新たな産業革命が起きるとしたら、その先頭にいるのは間違いなく日本だぞ。プラス224。 海外日本の底力を信じてるビルゲーム氏が予測する日本の未来が話題に、やっぱりアジアの代表って言える国は日本だよなプラス29。アメリカと日本は本当に特別。東西の先進国トップ2と言える国だけど、それぞれ国柄が全然違うのが面白い。プラス1357。もしこの世界に日本がなかったとしたら、 黄色人種が白人に勝つチャンスはゼロだったと思う。プラス10、日本が強い大国として君臨してるのも当然なんだね。中国は謙虚に他国から学んでいこう。3人の偉大な科学者にお祝い申し上げます。プラス6、率直な称賛の声がいつも以上に目立ちました。あとはアジアの中の日本と中国を意識する声が印象的でした。 日本人よりもはるかにアジア人としての意識が強いようでしたね。